ジャンバレオご覧の皆さん、こんにちは。パチトロイ消防のヒョウです。月1、この番組はですね、特定のホールの月に一度ある暑いと言われている日に実践を行いまして、まあ、具体的にどのように暑くてどの程度暑いのを皆さんにお伝えする番組となっているんですが、僕この番組見たことあるんですけど、普通2人でね、しかも大体女の子とやってるんでね、なんで俺だけ1人なんだよ、おかしいでしょ。明日どんな子かなって思ってドキドキしたの。俺しかいねえんだ現場に。これあれですか、断られたんですか。あいつは嫌ですよ。あうなずいてるね。いいよ、でも頑張ってる、一人でやれるし。別にね、無造無造のね2人組がやったところでそんな見抜けない。俺の方が絶対見抜けるから、一人で今まで誰もがやってきたものよりも完璧な解明を行っていこうと思うんですが、今日は4月29日こちら、ピークス柳崎店さんでこれから実践を行うんですが、まあ、実際僕が実践をして1ヶ月後の5月29日、まあ、そこに向けてですね、今日こういう傾向があります、こういうところにこう設定が入りました、じゃあ5月29日ももしかしたら同じような傾向があるっていうのを皆さんにお伝えするために、まあ、頑張っていこうと思うんですが、とりあえず入場が4番珍しいんですよ。僕大体30人いたら35番を引くことなんで、40人ぐらいいました。40、50人いましたよね。で4番ですか、かなり先頭なんですが、設置機種が、まあ、ラインナップがかなりこう少ないんですよ、台数が。なので1台目を逃してしまうとちょっと難しいかもしれませんが、まあ、お客さんのレベルだったり、まあ、実際機種の配置とかも見てみないと分かんないんですけど、まあ、必ず熱い機種を掴んで皆様のために頑張っていきたいと思います。はい、やっぱ今のところ最大1スルーですね。バリッバリのロックトロ、適当に座ってください。すごい雑な言い方なんですけど、もうね、一番気張りの高い絆を、まあ、早い番号を引いたら取ると。でちょっと朝一常連さんの声がちらっと聞こえてきたのは、まあ、台数がそこそこ設置されている機種は、まあ、かなり1台は最低でも当たりがあるんじゃないかって話だったんで、まあ、絆で当たりを引ければでかいですから、さあ打っていこうと思うんですが、島の真ん中ぐらいの台、7台中、ちょっと真ん中だね、4台目、角から4台目の台が、朝一赤灯色で、しかも、まあ、バジリスクタイムに当たっていると、ちょっともうテンション落ちるよね、そういう台があると、ひとまず、まあ、降格スタートじゃないかな、どうかなと思いますね。場に当たりがありそうだったら、まあ、朝一自分の台が例えば朝一一発目の BC でバジリスタイムをスルーするようであれば、もう他の島に行った方がもしかしたらいいかもしれない、はい、今日あと弱者はカウントします。で朝一の出目が前代7揃えなんで、ガックンが効かない。例えばそう、今回は4番目に入場できましたけど、これは遅い番号で、まあ、ノーマルタイプしか空き台がないっていう状況だったら、どうかな、まあ、状況にもよるんだけど、まあ、それはこれから探っていくんですけど、状況にもよるんだけど、あまり学訓チェックも効かない、学訓の効かないホールで朝からジャグラー行くのはなかなかな賭けなんで、まあ、もしそうなってたら花火から行ってたかな。まあ常連さんが朝話していた話を盗み聞きして、
まあ、絆におそらく1台は当たりがあると判断したんですが、まあ、果たして1台以上なのか1台しかないのか、そして当たりとは具体的に何なのか、ね、くれた、うん、くれ取れたの初めてかも。あーこれ揃うわ。え、まあ当たった。はい、139ゲーム。あおかー、まあまあまだ分からんけどね。はい、139ゲーム緑やりのつけるとか、いざ決戦の時。さあ六角出ろ。お、確定しとる。朝一一発目の PC がマジレスタイムに当たるっていう、これほどテンションで上がることはない。とりあえず一発でマジレスタイムに突入します。嫌な予感、嫌な予感する。これ BC 行かないとやばそう。あー反発、37ゲーム、しょうがないね、そういうもんだから。7台中1台まだ BC を引いてないと、でそれ以外は引いていて、BC をバジレスタイムをスルーしてない、ゼロスルーなのは真ん中の島の真ん中の台と僕の台だけです。がぜん高まるじゃないですか。ただ6の割が高いと、である程度6は完破できる、腹打ってるというか、まあみんなもそうだと思うんですけど、ただこうよく勘違いしてる人が多いのは、設定すぐ見抜けると思ってる人がいるんですけど、それは違う。設定カンパはできるかできないかで言えばできる、しやすいかしにくいかで言えばしにくい方。まあ、今日みたいに確実にね、当たりが1台あるであろうという状況だったら、もちろん積極的に狙っていくべきだとは思うんですけど、あれなんで発見したの？当たりがあるかどうか分かんない状況だとね、あんまり、まあ、それこそ見切るラインがどんどん変わってきますよね。当たってるから。Yes。赤到着きたー。はい、184ゲーム赤到着。さあ追加投資2000円で選ぶのはもちろん源之助。これでまたバジリスクタイム当たってくれるようだったら、かなり6の期待が跳ね上がっちゃう。
あ、もう赤いもん。おい、3来んのかこれ。そんなに甘くねえぞ。やべえ、またゼロスルード。これは今島で僕の台が一番6の可能性高いけど。天才やな、天才。はあ、実は本当は左の台、島で一番モーラス数が少ない台を取ろうとしたら取られて、後ろから人が来てて、もうこの台に追いやられたっていうのが実はこの台を確保した理由なんですけど、まあそういう偶然もねありますよ。まあ下見して狙い台を絞ったわけでもないですから。7分の1で絆の当たりがあるんだったらもうぶっちゃけどれ座っても同じな気もするけど。あ、いいね。さあ何色来る。こうなったらもう黄色、黄色。よーし、うまい。超リンクしてる。ただまあ確定ではないんでね。いやいやいや、やらせっせー。出るよ。あれ、あ、来てる。あー、これはいる、いるパターンですね。早かったなー。よーし、バジリスクタイム中の BC 広角をめっちゃうまく生かしましたね。青ね、18ゲーム。はい、そうね、赤あたりいく。おう、むしろ赤以外。ほんと絆で打ってて楽しいのってそこで、ね、これが面白くねえから絆。ほんとにこれが面白い。当人の広角がついてる時だけ1マーメイドの面白さをちょっと超えるよね。それ以外は1マーメイドの圧勝だけど。赤い、あれ、はい、あざ。赤いショットね。24ゲーム。これで島の中でゼロスルーなのは僕だけです。まあまだ分かんないですけどね。確定ではないですけど。僕の台が1番6の可能性が現状高い。ただその1か6か、そしてこの台が6だとして他全部1だったらもう僕の台が6で間違いないですけど、おそらくまあ最近のいろんなホールの傾向ですけど2とか4とかね、偶数を散らしてくるんですよ。そうすると4って調子のいい4って6の挙動するんで、この辺は注意ですね。赤出てきた、まさか。はい、36ゲーム。こ
ういう時ちょっとね、もう弱点数えなくてもいいんじゃねとか思うんですけど、